お茶のおばあさんは、群馬県立林市本町一丁目にある少子、あたご神を祀る。現在の所在地は、三角公園の西に接する道を北に60メートルほど行った、西側、本町一丁目のあざ町地域に東を向いて鎮座している。創立時期は、はっきりしないが、16世紀頃の立林の市街がまだ、この地域より東側にあった際に、すでに存在しており、 信仰を集めていたと伝わる。当時は、現在の地点ではなく、堀を挟んで向かい側、大手門の外の堀端にあったとされる。大手門の中、城内にあって、関の神であったとする説もある。西北からの季節風が強く火災も多い冬の、立林において、当時の町の最西端であった大手門付近に、火伏せの神としてのあたご神を、ときしたのではないか、とも考えられる。 明治になってから今の場所に移されたが、当時は近隣の人々は、もちろん埼玉方面からの参詣者もいたという。祠の内部現在もいくつかの茶碗が奉納されている。この祠は風に霊源があり、付近の人などこの祠の尊崇者は、風を引くと茶立ちをして、平憂祈願を行い、全開した後にお礼として、茶葉と本人の愛用する茶碗をこの祠に奉納した。 そのためいつの頃からか、この誇らは、お茶のおばあさんと呼ばれるようになったという。城内にあった頃は、石の神であったが、城下町に移ってからは、石の神になった、とも言われる。ありがとうございます。